君はサンドラ・ブロック、ジョージ・クルーニー出演映画のゼログラビティをご存知だろうか。この映画ではロシアが自国の衛星を破壊したため、他の人工衛星も連鎖的に破壊され、宇宙ゴミが拡散してしまうというケスラーシンドロームが発生します。このケスラーシンドロームというのは、スペースデブリの危険性を単に説明するシミュレーションモデルです。提唱者の一人であるアメリカ航空宇宙局 NASA の研究者ドナルド・ケスラーの名前にちなんでこう呼ばれています。このようなシミュレーションモデルは、まず史実に基づいて人工衛星、ロケット、それから人工衛星やロケットが破壊されて発生した破片を地球の周りに配置し、現在の状況を予測することから始まります。そしてその現在の状況に新たに打ち上げられる人工衛星やロケットを加えたり、人工衛星やロケットを爆発させたり衝突させたりして、新たに発生するスペースデブリを加えて将来の状況を予測することになります。地球を周回する人工天体の軌道は様々な外力を受けて時々刻々と変化します。その外力には、地球が完全な球体ではないことによる重力の偏り、月、太陽といった第三天体による引力、それから大気の抵抗や太陽光の圧力などがあります。これらの外力を受けて人工衛星、ロケット、それから破壊された人工衛星やロケットの破片の軌道は時々刻々と変化していきますが、その軌道を計算するためには天体力学の知識が不可欠であることは容易にわかると思います。でもそれだけでは不十分です。太陽の圧力はもちろん太陽活動に密接に連携しています。それから大気の抵抗は太陽活動だけでなく地磁気活動にも影響されていますので、そうなると地球惑星科学の知識も必要となります。破壊された人工衛星やロケット上端からどんな破片が出るのか、これには衝撃工学の知識が必要となります。新たに加えられる、打ち上げられるロケットや人工衛星には市場調査も必要となるでしょう。人工衛星やロケットを爆発させるかどうかは、これは史実に基づいて爆発する可能性を仮定しサイコロを振って決めます。衝突するかどうかも同じように衝突する確率を計算してサイコロを振って決めます。そうなると統計数理の知識も必要となります。人類はこのまま宇宙開発を続けられるのか、これにはさまざまな学問を融合させることによって初めて可能となります。